本当に悩みました。はい、いろいろこう未来のどうなっていくか考えて、はい、決めました。あ、元気っすか。まあとりあえず手術が終わったんで、まあそのこれからですね、もうあとは自分次第です。どれぐらい競技復帰はどれぐらいになるの？1日前です。分かんないです。あ、6、7週とは言われてますけど、まだ歩けてもないので、正直分かんないです。早く歩きたいです。そこからですね。まず歩きたいです。やっぱ手術ってなったら気持ち的にはこうなんか落ちましたか？そうですね、2日3日治ると思ってたんで、うわマジかって思って、そんなにひどいんだ。はい、どう気持ち整理つけてますか？まあ今やれることやろうかな。はい、どうか、まあ、できること結構あるんで、その中でよくしていけるとか、よくしてラストとかはしっかり直して、結構強かったです。日々頑張ってます。コツコツ一歩ずつ、はい、そういう感じです。ありがとうございます。でも寝るときに痛くなるの嫌だから。
11時ぐらいに撮ってください。めちゃくちゃ大変そう。帰ったらまさかの俺より重傷がいた。バッティングした。戻ってこれてどうですか？幸せっす。みんな耐えて嬉しいっ現状としてはどういった状態ですか？7割ぐらいまで走れるようになって、他は結構やれてるんで、あともう少しかなと思ってます。体の部分ではもう少し、技術の部分とかはどういう？技術はもう本当に毎日、秀典さんと外野の守備練習だったり、はい、基礎的なことを毎日やってるので、はい、少しずつ良くなってるかなって思ってます。バッティング練習はもうは結構、はい、100% に近い形で振れてるかなって思います。早く直してしっかり直して、はい、少しでも早く戻れるように頑張ってます。くしくも同じタイミングでなった高谷さんと、はい、先に巣立った形になりましたけど、はい、そうです。はい、一緒にリハビリもしてるんで、はい、二人で頑張りたいなって思ってます。先に元気な姿見して勇気づけたいなって思います。心配してるファンの皆さんには最後メッセージいただけますか？はい、元気に野球やってるんで待っててください。以上です。手術から2ヶ月経ちましたけど、やれることとか増えてったりしてるもんなんですか？やっぱジョギングとかは術後3ヶ月はそういうことはできないので、徐々にこう自重ですけど、左足に負荷をかけたトレーニングだったりとかはできるようになってきています。心境の変化的にはどうですか？いや、もう本当今は正直あんま毎日つまらないですけど、やってることは、はい、我慢の時です。やっぱり足を動かせないので、
正直本当につまらないです。それでもこうトレーニング迎えるのはどういう思いからですか？まあこうやっぱり SNS とかでも YouTube とかでもそうですけど、すごいファンの方の、まあ、コメントとか、はい、見るとやっぱり早く復帰したいなっていう思いにもなりますし、やっぱりそれがすごい励みになるので、はい、やっぱそうやって待ってくれてる人たちがいるので、はい、そういう人たちのためにも、はい、頑張りたいなと思いますし、そういうことがあるから、はい、頑張れます。まだまだ先はありますけど頑張ってください。ます。またちょくちょく来ます。ちょくちょく来てください。よろしくお願いします。お願いします。福留さんって怖いですかって言ったら、いや優しいっしょみたいな、あですよね優しいっすよねみたいな、そしたら、いや安牌っしょ安牌でしょってドラゴンの候補ひどいな、赤坂候補あれどうなっとるあいつは本当に、うん、高谷さんにとって赤坂候補はどうですか？安牌っすいいっすか。おじさん、Good morning、元気にしてますか？僕は大西さんの顔が見えなくて寂しいですけど、最近僕も大西さんテレビで見てて元気なさそうに見えるんで、元気出して頑張ってください。じゃあ LINE してください。お母さん、え LINE してください。あ、どういうリアクション大西さんにして、どういうリアクションだったか。OK です。よし、いい？はい、はい、高谷、誕生日おめでとう。最近一軍に怪我していないんでね、大西さんが寂しがってるんじゃないですかっていう伝言を聞きました。全然寂しがってないんやと言いたいんやけど、まあうるさいやつがおれへんからな、ちょっとだけ寂しいかな。本当にね、しっかり治して一日でも早く復帰できるように、復帰したら一軍でね活躍できるように、しっかりと今しか、なんていうかな、こう今の時間をね大切に無駄にせずに、故障をしている間にいろいろ感じることもあるだろうしね、それを今自分の胸に刻みながらね、復帰した時にはやってやろうという気持ちで、頑張るように、21歳がね、高谷にとっていい、年になるように、で年にしようじゃないか、とにかく早く治して一緒に頑張ろう。以上、うるさいんですか？本当にね、しっかり治して一日でも早く復帰できるように、復帰したら一軍でね活躍できるように、しっかりと今しか、なんていうかな、こう今の時間をね大切に無駄にせずに、故障をしている間にいろいろ感じることもあるだろうしね、21歳がね高谷にとっていい、年になるように、年にしようじゃないか、一緒に頑張ろう。以上。結構ガチなめちゃくちゃいいメッセージじゃないですか。どうですか。え？どうですか。感動しました。泣きそうです。泣きそうです大西さん。昨日誕生日でしたけど。はい。どんな一日でした。
病院行ってました僕の誕生日は病院です。祝われたりみたいなのはあった？いや、言われましたよ。結構いろんな方に誕生日おめでとうって言っていただきました。結構みんな知ってて嬉しかったです。あの大西コーチも言ってましたけど、21歳どんな1年にしたい？いや、もう怪我スタートなんで大西さんも言ってたんですけど、いい1年にするかどうかは、自分次第なんで、はい、しっかりやって、はい、後悔ないように21歳過ごしたいと思います。